韓国Kリーグ全北現代のチェ・ガンヒ監督が個人通算211勝を達成。これにより、チェ監督が韓国プロサッカー史上、最多勝監督となった。チェ監督率いる全北現代は25日午後、春川で行われた江原 FC との、ケブハナ銀行 K リーグ1 2018第9節のアウェー戦に臨み、2-0 で勝利を収めた。直前まで、個人に11勝でキム・ジョンナム前監督と最多招待記録を保有していたチェ監督は、211度目の勝利とともに新記録を樹立した。